世界累計18万ダウンロードを突破した戦場の風雅が超大型アップデートでさらに遊びやすく進化します。惜しくも真実にたどり着けなかったユーザーを後押しするリトライモードを追加。犠牲になった子供たちが復活しステータスを引き継いだまま7章から再開。無双状態のタラニスに乗り真実をその目で確かめよう。2周目から解禁されていたターボモードを1周目から解禁。速度も2段階にグレードアップ。さらに戦術モードに双眼鏡機能を追加。敵のステータスを戦術モードから確認が可能に。その他にもインターミッションが始まる前に農園の収穫物を自動回収する変更など、全体的にユーザーインターフェースの操作性を見直し、より遊びやすくより快適にパワーアップ。戦場の風雅はマルチプラットフォームで好評発売中。その続編となる戦場の風雅2は5月11日発売。前作戦場の風雅のセーブデータがあるとお得な特典をプレゼント。